Teams 会議のオプションを利用することで、会議の際にロビーを利用する対象者を変更することができます。ここでは、Teams 会議のオプションを利用する方法について説明します。まず、Teams から会議オプションを変更する方法を確認します。アプリバーの予定表をクリックします。会議の一覧から対象となる会議をクリックします。画面右下にある会議のオプションをクリックします。ブラウザーが起動し、会議のオプション画面が表示されます。ロビーをバイパスするユーザー欄に、自分の組織内のユーザーと表示されています。こちらが規定の設定です。変更する場合は、ロビーをバイパスするユーザーの一覧から選択し、保存をクリックします。次に、Outlook から会議オプションを変更する方法を確認します。Outlook を起動し、予定表をクリックします。会議予定を開きます。本文内にある会議のオプションをクリックします。ブラウザーが起動し、会議のオプション画面が表示されます。